おはようございます、久能です。今日はキーボードがもうずっと掃除してなくて汚くなってきたので、このスライムを使って掃除したいと思います。時間があったらこういうキートップを外す道具を使って全部一個一個抜いて掃除をしたいところなんですけど、めんどくさいっていうのもあって今回はこれで掃除していきたいと思います。こう遠目だと汚れが目立たないと思うんですけど、こう近くに行くと寄ると結構、はい、僕タバコを吸うんで灰がタバコの灰がかなり入っちゃってます。わかるでしょうか。結構もう掃除してないんで、かなり汚くなってます。それではこのスライムちょっと開けてみたいと思います。何回か使ったことがあるんですけど、日にちが出すと固くなっちゃうんですよね。で、古いやつも捨てて新しいやつを買いました。ちょっと開けてみます。こんな感じに入ってます。はい、取り出してみました。かなりスライムって感じですね。これを使ってキーボードのゴミを取っていきたいと思います。気持ちいい。それではやってみたいと思います。なんかやっててそんなに苦じゃないですよね。プニプニしてて掃除しててもなんか気持ちいいです。はい、2分ぐらいスライムでこんな感じでやってみましたけどどうでしょうか。結構綺麗になったと思います。この辺なんかこびりついてる。この辺をちょっとウェットティッシュで拭きたいと思います。なんか取れないような汚れはウェットティッシュで取ってみたいと思います。なんかちょっとこの辺が取れましたね。終わりました。スライムで掃除した後にウェットティッシュで最後拭いてみました。どうでしょうか。かなり綺麗になったと思います。使い終わったスライムは多分このまま置いとくと乾燥しちゃうんで、前買った時についてたこのケースに入れときたいと思います。こんな感じでしまっときたいと思います。それではまたね、使えるんで、はい、今日はキーボードを掃除してみました。キーボードって毎日、僕の場合もほぼ毎日触るものなんで汚くなっちゃうんで、やっぱりこまめに掃除したいと思っています。やっぱキートップ取って一個一個抜いて拭くのがいいんだけど時間がないんで、今日みたくスライムを使って、これだったらもう10分ぐらいでこんなに綺麗になったんで、はい、これからもこまめに
掃除していきたいと思っています。はい、それでは今日はこちらのスライムを使ってキーボードの掃除をしてみました。それではご視聴ありがとうございました。